めっちゃオスじゃないですか。浮いてる場合があるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。コロニアルネオさん、割れております。甘いっすね、船長。甘い。おはようございます。おはようございます。せーの、無理惨敗。チャージ検査はい、の方で塗装する前ですね、建物の方を確認してチェックしていきます。じゃあ田代くん、意気込みどうぞ。頑張ります。小学生。高圧洗浄が終わって1回目の検査ですかね。そうですね、塗装する前の下地検査の方ですね。じゃあ、はい、行きます。お願いします。前さんはガタイが良くても動きが軽やかなんですよね。何年目ですか？10ちょい。人生の半分職人やってます。カバー工事なんで、はい、ちゃんと洗えてるかだけ今確認していきます。あ、なるほど。田代くん、この屋根は濡れない屋根かな？コロニアルネオ。コロニアルネオ。こちらコロニアル、はい、何年ものの？じゃあ15年ものの。15年もの熟成しております。パキパキっていう音がちょっと聞こえたね。コロニアルネオの洗浄の後の様子です。しっかり洗えてますか？洗えてます。はい。この時トイとかも一緒に洗浄してるんですか？そうですね、はい。なるほど。ひびがいっぱいあるんですね。ひびがこう入ってると欠けちゃったり取れちゃったりしますもんね。コロニアルネオさん、割れております。すごいな。屋根 OK です。ここに磁着式の防水紙を貼ってカバーのやつを貼っていきます。塗り三昧。めっちゃ押すじゃないですか。浮いてる場合があるんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。下地の検査の段階で見極めていく。そうですね。で、浮いてれば水って固定してあげないと、結局コーキングがまた切れちゃったりもするんで。結構あるんですか、そういうこと。結構ありますね。上の方やっぱ上がると下から見えない部分が。あ、ね、あ、現状の時にはちょっと判別できなかったってことか。剃っちゃってるのはもうどうしようもできないんですけど、はい、浮いちゃってるのは軽減できるんで、場所によってはちょっと難しい時もありますけど、はい、こういうのチェックしてるんですね。はい。これが真ん中にいる場合があるんですよ。あ、ここに、はい、あ、これを外さないと撤去打ち替えができないんですよ。あ、確かにカッターが入れづらそうですね。そうなんですよ。このタイプは大丈夫そうですね。あ、そういうのもチェックするんですか。はい、ちゃんとやってるじゃないですか。ちゃんとしてますよ。車内にいる前さんはパソコンとにらめっこしてますもんね。浮きをチェックしながらシールの部分の場所とかも確認していくんですね。そうですね、施工する場所は一応全体的に。ここに注意みたいなのあるんですか？浮きは…あ、浮き、はい、ひび割れはもう 見りゃあかんで、はい、はい。塗り三昧。ベランダの内側もチェックしてきます。なんか巻いてあげた方がいいなと。あ、前田さんの半分は優しさでできています。だいたいこういうチェックとかが日中多いんですか？検査巡回がメインですね。巡回管理部の2人でやってるんですか？そうですね、森口さんと、はい、逃がし場所チェックですか？そうですね。あ、どうにもできない時あるんですか？そういう時どうするんですか？どうにもできない時何かしら方法考えます。こういうとこ釣ったりとか。すごい、はい、アクロバティック工事じゃないですか。そうですね、すごい。下地の検査はだいたいどれくらいで終わるものなんですか？30、40分ぐらいか。浮きがあると止めていってあげるんで、はい、あ、検査の段階で、おー、1時間ぐらいかかっちゃう時はやっぱありますね。なるほど、はい、この辺もチェックして。ひび割れてるんですけど、結構見落としやすいポイントなんで。あー、なるほど。そういうのは見ていただくと職人さんが直しやすい、見落とし。田代くん、どう？実際上の方とか見て。現地調査の時に見れなかったところが。ああ、そっか、見えてきますね。ポールカメラとドローンだとね。そうですね。こんな接近してひびのこととか見れないもんね、はい、現場最高だよね。現場最高です。管理も見っけましたよ。あ、そうだね。そうだね。待ってるよ。うちの分も狙ってんで。すごいオスじゃないですか。段差があるように見えません？はい、どこですか？ここはなんか大きく出てるように見えません？言われてみればなんとなく。で、これが浮いてる時があるんで。こうやって全部チェックしていくんですね。そうですね。すごい。これ甘いっすね、洗浄。甘い。あ、そうなんですか。それなんでわかったんですか？え、ほこりが手でも取れるんで。
洗浄が甘いとその後剥がれとかにつながりますね。めちゃくちゃ大事ですよ。こういう下地のチェックとかって、見つけてやろうみたいな、そういう感じで見ていくんですか？まあ、そうですね。見つけてやろうですね。見落としがないように。そうか。私の表現が良くなかったですね。お客様も一緒に検査の時立ち会いたいみたいな人いらっしゃるじゃないですか。はい、そういう人とかは、下とかでお待ちいただいてる感じなんですか？そうですね。下回り、一緒に回ったりとか。ああ、なるほど、はい。足は危ないんでね。足は危ないんで。はい、会社にいる時より前田さんが生き生きしてますね。現場の方がやっぱ好きなんかな。現場の方が好きですよ。何チェックですか？外れんだったら外して塗ってあげようかな。ああ、なるほど。そういうところも想定しながら検査ってしていくんですね。状態がいいですね。状態いい。めちゃめちゃいいですね。じゃあしっかり塗膜とかもつく感じですかね。そうですね。わあ、よかった。検査は何回来るんでしたっけ？下地、中間、完了前、解体後清掃。工事内容によっては中間1回の場合もあります。はい、あ、なるほど、はい。今回は5回来るパターンのやつですかね。そうですね。カバーもシーリングの近いもあるんで。めっちゃチェックしないとじゃないですか。もあるんで。チェックしまくりじゃないですか。塗り三昧。こういうひびとか、はい、ちょっとしたなんか削れてるっていうんですかね、はいはい、下塗りでフォローできるものなんですか？これぐらいは全然大丈夫です。表面ほんと何ミリもないぐらいのヘアクラックなんで、うんうん、こればっかり割れてるんですか、うん、こういうのはコーキングすり込まないとまた割れやすくなっちゃいます、はい、あ、こういうのを見つけていくのも下地検査の役割みたいなんですか？そうですね。状態を確認しとかないと指示もできないんで、はい、おー、そうですよね。、はい、状態がほんと良すぎです。状態がいいお家みたいです。くまなくチェックしてます。すごい細いとこ入ってきますね。物置の後ろとかってこうやって手突っ込んで塗っていくんですか？そうです。手が入れば、はいはいはい。でこうやってぴったりの時はもう手前出さないと。ああ、そっか、はい、もう見慣れましたねその光景。これですか？はい。どすこい下地。下地チェック。塗り三昧。それ何ですか？チェックシートです。あ、検査した結果を本当だ書いて、はい、お客さんにご報告するっていう。結構しっかり書きますね。しっかり書いてますよ。しっかり書いてます。なんか失礼な話ですね。私失礼だわ。今回のお家はグラデーションになるのでまたイメージも変わりそうです。お疲れ様でした。こちらで完了でございますね。次、はい、いつ検査できますか？そしたら中間で下塗り終わったぐらいかなっていう、はい、職人の皆様気をつけてください。前田が来ます。現れますんで、はい、しっかりチェックお願いします。お願いします。ありがとうございました。そうです。